2015年の4月1日から浪江町の基調準備室の方が配置されております。でその後6月1日から復旧事業化で、本日10月1日からふるさと再生課の方が配置されております。うちの助成につきましては、まず平成23年度に行ったのは内閣府による助成モデル実証事業を行っております。こちらにつきましては、浪江町の権現堂矢沢地区で津島地区の方の2カ所を行っております。でその後平成24年度につきましては、拠点除染ということで交通施設の除染を行っております。で本年25年度につきましては、本格除染の実施ということで、酒田行政区の方が8月に仮置き場が決定しましたので、今環境省の方で発注を進めております。平成23年12月に自衛隊による除染も行っておりますので、それ相応の線量は低減されております。まず平成29年3月までに環境を取り戻すことで動いております。それに向きまして、我々浪江町役場の方としても本庁の方にインフラ復旧、そして除染含めた災害復旧の先駆けになる部隊の方がこちらに拠点を軸足を置きまして進めております。早急な除染をするためにも、やっぱりもちろん役場も動いて努力はするんですけれど、庶民の ご協力がないとできないことですので、今後とも役場含めて全体のご協力のほどお願いいたします。